ふうくん、こうくん、今人の気配がしたら思いっきり飛び出してきたわ。ああよろしくな明日は。彼らがあんな風に走ってこっちまで来るってめったにないので、お母さんがいなくなって不安になってんじゃないのかなって思うんだね。えココラコライフ、いよいよ明日、明日の早朝出発するからね。落ちた枯れ葉を食べるのが好きなんだ。そんな習性知らなかったよ。こんなに綺麗にしてもらってありがとね。もしかして昨日枯れ草を与えたからお腹の中が枯れ草モードに変わった？そうなのか、分かった。じゃあちょっと今干し草を持ってくるから待っていてくれ。まさかそんな一日で胃の内容物が変わると発酵の具合が変わるんだ。ああ。よし、待ってろ。持ってくるからな。じゃ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 。じゃ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 。なぜそこから食べる？おいしい？春先はそればっか食べてたよね。草が生えるまでさ。大きくなったな。そう、そうやってなんか知らないけど前足で引っかいてたね。はあ、そっか、感慨深いな。今までありがとね、ふうくん、こうくん。明日の準備をするか。